15番ホールのドローン&コースレイアウトをご覧ください。ティーショット右ドッグレッグのミドルホール、最大の目的はフェアウェイキープ。ティーショットはより遠くへ飛ばすという意識をなくし、フェアウェイキープに努める。セカンドショット、グリーンを狙える位置にボールが来ていれば積極的に狙っていく。グリーン、常に2パットを頭に置きながらプレーをしていきましょう。